It's gonna be alright.仙台駅からシャトルバスに乗って球場まで行きます。たくさん来てるじゃん。やっといたやったえ、これスタメンか。スタメンだよ。なぬー、そんなことがあっていいのか。ママは春君に来たのに。なんでさ、ドラクエなんだろう、スライムとかさ。すごい。すごいね、この席も。めちゃくちゃ綺麗。ママちっちゃいな。勝ちました。よかった。すごい、ハリポッターみたい。そっち、私的には大人を旅する、寝れたみたいな、なるほど、この CM。牛タンを食べに行く。じゃーん、2階です。お疲れ様です。パンの角煮、どうぞみんないただきます。牛タンのたたき、ありがとうございます。おはようございます。今日はママたちと別行動して、私はモーニングに向かっています。途中から友達と合流してお茶をします。閉まってた。なんでちゃんと調べないんだろう。ガーン。ここはね、8時からやってるお店なんです。なので行ってみたかったんですけど、残念、エコーズが臨時休業だったのでフラフラしてみます。次に行きたいお店が始まるのがどっちも9時半です。あと1時間ぐらいあるので、行ってみたかった桜ヶ丘ダイジングに行ってきます。近い、もっと行ったよ。おー、すごい。いい香り。ちょっと早く着いてしまった。奥もすごいあるみたい。美味しそうなのいっぱいある。イエーイ、ハユルと合流。嬉しい。美味しそうだよ。いただこう。いただきます。いただきます。レモンカードとバタースコッチにしました。じゃーん、いただきます。見てください、このキャラメルがつるつるしてます。いただきます。おいしい、めっちゃおいしい。おいしい、うん、普通に塗るのやめてくれ。コーヒーさんはそれは何ですか。レモンカードです。レモンカード、レモンのクリーム。食べて。頬張るね。どう？美味しい。食べるの下手じゃない？え？食べるの下手じゃない？うん、確かに。うん。美味しい。来ました。朝食タイム。食べ過ぎだな。メープルかけたらなんか甘いしょっぱいで最強の朝食になりそう、これ。そうだね。どっちも味わいたい。私はなんちゃらブレックファーストにしました。ウェルカムブレックファースト。うぇーい、大胆。めっちゃマンションじゃん。
えでもあそこだね、絶対綺麗なところ。え本当地元の人だね、かゆるさん。かわいい。こんにちは。きゃー、かわいい。かわいいね。お花屋さんだ。本当だ、ドライもある。内装のあの棚の作りとかが超かわいい。あっち側はコーヒースタンドがあって、てるてる。さっき飲んだコーヒーも美味しかったもん。ちょっと不ぞろいなの。牡蠣超かわいいよ。そうそうそう、これがお香で、こっちあの三角になってるちっちゃいさ、こういうお香、千葉の誇りです。最高、超いい匂いだよ。めっちゃ可愛いじゃん、何これ。でも違う柄っぽいよ。これボトルのあれかな。え超可愛いけどね。さっき飲んだとこに。そうか。リサイクルスケートボードだって。出てくれてる。めっちゃ可愛いじゃん。1時間半ぐらい。でもなんかさ、ちょっとした公園も多いよね。うん。本当緑の。ああ、ありがとうございます。純喫茶だ。あったあった。普通になんか雑居ビルみたい。ここだ。テイクアウトやってないって。ここで待ちましょう。じゃあだね。こんなにアドが広いと思わなかった。で、天井も高いね。あの椅子とかも超かわいい。素敵。欲張って全部食べたいもの。この後にポコーンも行きまーす。いっぱい食べまーす。かゆるかゆる。うまいの。今日で4個目。貸し切り。こんな素敵なお店を貸し切っています。いいんでしょうか。ここだ。え、ほんと1分とか2分とかじゃん。あ、こっちが入り口。あ、素敵。あ、こっちはここに置かせていただいたら。すごいじゃん、ハユルバリスタセット。かわいい。かわいい。美味しい？美味しい。あ、すごい。ハユル、さっきもコーヒーだったし、さっきもさっきもコーヒーだった。今日、3杯目。すごい。3杯目じゃないよ。3、4、5。来た。来たよ。あ、カカオポケがあるかな。あ、夫です。ハロー、久々じゃん。イエーイ、夫婦揃った、嬉しい。会えると思わなかった、ね、お兄さん超優しい、うん、おすすめのお店を引き出してくれた。ありがとう、ありがたいね。じゃあね、ありがとう。またね。ハユル、また東京でね。最後は弥生県で締め。こっちもあれする？いいよ。お疲れ様でした、皆様。お疲れ様でした。運転ありがとうございます。